美味しいお茶を作るっていうのは共通したことでしてですね、まあ、それに向かって日々努力しているという感じです。目数はね当然減りますけれども、一晩一目美味しい茶葉ができるというふうな感じで作っております。まあ、こういった一本一本の芽がですね、太くてですね、これが親の親っ葉なんですけど、親っ葉を大きくすることによって、一目一目の、新芽が力が強くてですね、美味しいお茶ができるというふうにな作りをしております。山の深蒸し茶が持っていますそのいい部分あるいはその魅力、まあ、それを自分なりに把握しまして、まあ、それを前面に出せるように仕上げしました。仕上げ作業の中で火入れという工程があるんですけども、そこでの温度管理、まあ、ここに気を使っています。で特にそのお茶本来が持っています香気あるいは味、まあ、それが失われないように心がけています。まあ、理想なんですけども、この目をつぶってお茶を口に含んだ時に、まぶたの裏に、茶畑の風景が現れるような、まあ、そういう試合ができればいいなと思ってます。今年もゆいまるさんのおかげで美味しいお茶が仕上がりました。ぜひ飲んでみてください。例年通り美味しいお茶ができました。飲んでみてください。よろしくお願いします。